ブラフマギリ埋葬地区の一部の全足図、ブラフマギリは、インドのカルナータカ州、マイソール地方の北部、チダルドラグ地区にある遺跡である。巨石を用いた、フンゴ群で知られ、南インド巨石文化の代表的な遺跡とされる。ブラフマギリは、マウリア町の南源を示すアショウカ王の石柱と、拠点都市遺跡のイザラの近くにあって、 河口岩の路頭が見られる丘の北側の斜面に、標高差180メートル、東西方向500メートル、南北方向100メートルにわたって以降が分布している。住居跡などの純然たる生活関連以降は、低い丘陵部に立地し、巨石文化を象徴する、墳墓群は、複土に黒っぽい、置き赤戸の粘土が含まれるような定地にある。ベンジャミン・ライスによって1891年に、 発見された。1940年に、マイソウル州広告局のクリシュナが2期にわたる発掘調査を行い、ブラフマギリコソイザラであるとした。クリシュナは16本のトレンチを掘って、採石器文化、新石器文化、鉄器時代、マウリア長期、チャールキアホイサラ長期の文化層を同定した。1947年に、インド広告局のモーティマ・ウィーラーは、 発掘調査を行い、300基以上の箱式石棺墓と10基を超える土工墓、10箇所に及ぶ生活関連遺構を確認した。ウィーラーは3基にわたる変年を行い、第1期として、新石器内紙は金石平用時代、第2期として、巨石文化時代、第3期として、歴史時代初期の3期に区分した。ウィーラーは、ブラフマギリの300基に及ぶ墓や埋葬について、 長方形の箱式石棺墓、シストサークルズと呼ばれる丸石の輪に囲まれた箱式石棺墓、丸石の輪を伴う土公墓に分類した。箱式石棺墓には国線分が施された土器や石製ビーズ、鉄製内紙銅製の道具が確認されている。大焼き器でできた魔性石符、三日月状の採石器、壁玉製、目の製、鉱玉随製、 オパール製のないし掘り木や石人、ソーシングとしては、銅製のリング、自鉄鋼製、ないし目の製や海製のビーズが好まれた。土器は、手作根製で灰色のキメの荒い折り目分が付けられ、胴部は休憩である。薄手の鉢や、片口が付いた鉢も発見されている。この時代、亡くなった子供は遺体を折り曲げて、亀缶を用いて埋葬し、成人は、 ド工房に新転送で埋葬された。大通機ウィーラーは巨石文化器を紀元前2世紀から紀元1世紀中ように位置づける。この時期にブラフマキリに行った人々は鎌のような鉄製の具や鉄製の槍、剣、矢尻のような武器を持っていた。この時期の土器は半球形の深鉢でロート状の蓋を持ち薄手の皿や三足土器もあった。これらの土器には 赤色黒縁土器、黒色土器、赤色土器であるが、明るい色と暗く鈍い色が施されたものの3種類の素性が見られる。この時期の埋葬は、箱式石棺簿内紙円形内紙同心円炎上に巡らせた丸石を伴う土工簿である。箱式石棺簿には、奏礼用の土器や、鉄製の道具やビーズが、副葬品として見られる。大通気の確実な年代は、 紀元前200年から紀元50年の間と思われるが加減についてはアーンドラ文化期の湿度線の年代や碑文などの歴史的記録からもっと遅らせることが可能と思われる。第3期ウィーラーはこの時期を1世紀半ば以降とする。この時期に土器は回転の早いろくろを用いて制作されるようになる。薄手の皿、カップ、兵士、 小豆色に光沢を持つように表面を磨いて白く、幾何学的な文様を施している。ソーシングには、貝、粘土、骨、ガラス、金などを用いた腕輪や、足輪、磁鉄鋼、目の、工玉髄、粘土製のビーズが作られた。ウィーラーの三期の変年については、墓が中心であるため、その順番について不明確な部分があるため、レシュニックは、ウィーラーが、 集落部分がある丘陵の斜面に設定した7箇所のトレンチを再検証した。BR-21 と名付けられた第21トレンチと BR-22 と名付けられた第22トレンチを確認で相違的に前後関係が確認できるとする。双方のトレンチはそれぞれ9.1メートル4.3メートルに区画され、第21トレンチは第22トレンチの南東に位置し、 9.7メートルほど高い位置にある。第21トレンチの19層から7層までが最古の時期にあたり、ウィーラーの言う大合期で新石器時代に相当し、レシュニックは石譜文化器と呼ぶ。石譜文化器はさらに古い順から A 章と B 章に区分され、前者が前期新石器時代、後者が後期新石器時代にあたる。ウィーラーの言う大通期すなわち、 巨石文化機の前半は、石譜文化機の8層から7層の部分に重複し、石譜文化機の石譜などの異物も混在する。巨石文化機の後半は、アンドラ文化機の6層から4層の部分に重複し、アンドラ文化機の異物が共犯する。ウィーラーの言う第3期、歴史時代にあたるアンドラ文化機は、6層から1層までの部分にあたる。第十二トレンチでは、 15層から6層までが大哀旗、大通旗の巨石分化期は8層から4層まで、6層から1層までが第3旗、すなわちでアンドラ分化期である。第19トレンチと第20トレンチでは、それぞれ大哀旗と第3旗の分化層しか確認されなかったため、石布分化期とアンドラ分化期は巨石分化期がなくても連続しうることが明らかになった。 ウィーラーは土工房について遺体を一旦腐敗させてから仙骨するために用いられたので湿度人骨が少ないと考え特別な階級の人々の墓ではなく副葬品の種類も違うと考えるがレシュニックは土工房も箱式石棺房も特別な階級の人々の墓であって機能についてもほとんど同じであると考える その根拠として、東側の平石にうがたれる横行を塞ぐあたかも、ドアのように見える平石の存在、ドコーボで底の部分の四隅に、平石が用いられるが、箱式石棺墓では、繰り返して平石が使われること、ドコーボに見られる長方形の石組みは、箱式石棺墓に見られる石の台の部分がないが、もともとは木製の台があって、現在は腐ってしまってないと考えられることなど、 類似性を根拠として挙げる。箱式石棺棒は、通常1.83メートル四方に、厚さ5から10センチメートルの平石を組み合わせている。石棺の壁石に用いられる平石の角は削られて、交点部分で大体合うように加工され、隣り合った平石の交点からはみ出すように組み合わされている。平石は、大体半時計回りの万字状に組み合わされている。 箱式石棺墓の頭壁の平石には 45cm から 61cm 前後の丸い穴がうがたれており巨石や低い石組みの列を地表に露出させることによって目印にした短い沿道のようなものにつながっている箱式石棺墓のある場所は地表にストーンサークルが設けられ積み石の痕跡や残骸が地表にあることから勝手は普通に墓の上には 積み石がなされていたことがわかる。また、小さな箱式石棺棒が大きな箱式石棺棒の周囲に作られていることがある。ブラフマギリの箱式石棺棒の平石や土工棒に用いられる荒石は近隣に豊富にある花崗岩の路頭から切り出してきたもので、おそらく火を岩の表面に当てて熱することによって表面部分が壊れて白片のようになったものを副葬品に見られるような くさびを用いて切り出したと推定される。レシュニックは、鉄器が巨石文化と同時に導入されたという考えは巨石を用いるという習慣との関連で同時期と考えることに対し、否定的であるが、赤色黒縁っちは巨石文化の指標として有効であると位置づける。ただし、赤色黒縁っは、相違学的に大哀気から大スリー気の連続性から考えていくと、 ウィーラーが1947年の調査当時、考えたような短期的な時代を示す指標ではなく、同じ文化の中での量的な変化があると考える。すなわち、赤色黒縁時は、ブラフマギリのアイビー期の終末から出現し、アンドラ文化期にかけて用いられるが、多く用いられたのが、巨石文化の反映した、特定の数世紀間であることから、時期の指標になりうると考える。 また、レシュニックは、肉体の部分を腐らせて取り去った後に骨だけを移動して箱式石棺墓の中に埋葬するような二次埋葬と、その埋葬のために捧げられた副葬品は、魂が別世界を旅する際に持っていくことを意図していると考える。そういった非正観は、古代ペルシャ文化の文献などの記述に見られるような、魂は、肉体が腐って完全になくならないと、 死後の世界を旅することはできないという考え方に、依拠していると推察する。そのために遺体をふやかして腐らせ、通常の原生の部分を示す集落から離して、埋葬を行ったと考える。レシュニックは、中央アジアの普通に人々が活動する場所からはるか、離れた場所に遺体を遺棄することを例として挙げる一方、ペルシャ人の例のような、小高い場所に遺体を放置して、 動物や鳥が遺体を追判で死肉を取り去ることを期待する習慣がある場所であっても244センチメートルもの深い穴であれば動物や鳥が遺体を追判むのには著しい障害になるので遺体をふやかして腐らせて肉体部分を取り去ったと考える。レジュニックは墓の複度から出土する赤字黒縁土器については集落などの生活に関連する遺跡で 赤字黒淵土器が多く出土する時期と墓の土器は同時期と考えられるとし、死者を高地に適した場所に埋葬していることから、ブラフマギリに死者を埋葬した人々は、工場的にその場所に住んでいたのではなく、墓の副葬品から考えて遊牧的な人々のものではないかと推定する。遊牧民のような誘導性のある人々は、一定の時期にその遺跡のある場所にいることはあっても、 いつもその場所にいる必然性はないことから何の意識もせず、高知に適した場所に墓を作ったと考えられる。締め地層が薄いことも、季節によって一時的に宿営していたことを示しており、誘導性のある人々であったことを裏付けているとする。また、土器の機種蘇生の比率は、遊牧民とブラフ紛りの居住者が、同じ地理的な範囲に、同じ時期にいたことを示しているとする。 この石棺棒は半時計回りの万字状に平石が並べられ、長さ約1.5メートル、高さはおよそ178センチメートルで、主軸は東西方向である。平石は幅約23センチメートルで下へ行くにつれて薄くなる。石棺を構成する東側の平石に横甲が穿たれ、その直径は約51センチメートルであって、 その穴の高さまで土が詰められている。またその横向は二重の扉の役割を果たす平石によって塞がれている。そして東側の平石に直行して沿道へ繋がるように平石が並べられている。石棺の周りには低い木製の壁が螺旋状に巡らされている。外石はないが原質自体は荒らされていない。床面の平石には二十四個体の土器と柄に、 つかがつけられた鉄製の斧がある。その上を覆うように砂の層が堆積している。石棺の内部に確認された被葬者は、3体の男性、2体の女性、12から14歳の子供の計6体であり、6個体の頭蓋骨から確認できる。2体の女性のうち1体は、高齢の女性であることわかっている。首から、下は関節を外されて解体されており、 重ねられるように埋葬されている。この石管墓の被葬者6個体のうち4つの頭蓋骨は中神から担当の間に位置づけられ、漠然とした外国起源があることを示す。箱式石管墓1号の周囲には、北東には長さ4 3トル幅2 5トル深さ3 5トルの小さな石管をはじめとして3つの石管墓の残骸がある。 その小さな石管棒の内部からは二つの小さな土器片のみが認められた。その石管棒を覆っていた平石は脇に置かれていた。石管の大きさは約 170cm 約 130cm で深さ 190cm である。平石は花崗岩であって半時計回りに万字状に並べられている。東側の平石には 直径6 1トルくらいの穴が開けられ、沿道につながっている。この穴は扉に当たる平石が石灰質の土によって建てられて塞がれている。この墓には細かい花崗岩の丸石が輪のように巡らされている。また地表面に石積みの残骸が残っていることから、勝手は石積みによって覆われていたと推定できる。この墓は 近代の石泥棒によって荒らされ、大きな外石と石棺を構成する二つの巨石が動かされていた。沿道には木と石材を用いた短い壁が設けられ、荒削りの花崗岩の丸石と木材と石材を組み合わせたものが溶壁のようになって、この壁となる平石を支えている。 墓室の内部に詰められた土を取り除くと、他の土器の上に乗せられたものとそのまま床面の平石の上に置かれたもの合わせて16個体の土器が確認された。積み重ねられた土器の間には白い鉱物製のビーズが40個発見された。また柄の部分がなくなって刀身が剥き出しになっている壊れた鉄製のナイフや鉄器の残骸がある。 床面から8センチメートルほど上には13個体の土器がありさらに2 3トル上には中央に母室があり2つの頭蓋骨と人骨がある。副装品には4個体の鉢と小さなテラコッタ製の輪と鉄製品の残骸がある。この石棺墓は2時期に分けて使われたのではないかとレシュニックは推察する。3号箱式石棺墓は主軸方位を東西方向に持ち、 原室の石板は、万字状に並び、大きさは、長さ1メートル50センチメートル、幅1立方メートル2センチメートル、深さ1メートル82センチメートルである。外石は失われているが、墓の内部には、土が充填されている。この墓には直立した石板の2つの輪に囲まれ、内側の石板の輪と石管の間は7列に並んだ、木材と石材による壁で仕切られていて、 沿道につながっている。外側の石板の輪も似たような構造で支えられている。現室の東側の石板に沿道の入り口につながる横甲があるが、塞ぎ方がかなりいい加減な印象を受ける。沿道を仕切る平石は片側3枚に対しもう片側が2枚になっている。悲壮者の人骨は床面よりも20から23センチメートル浮いた位置で確認され、 二つの頭蓋骨をはじめバラバラに解体されて、多量に並べられた状態で検出された。床面の石板の下には、六個体の関係品の土器のツボット破片が発見されている。この墓は、主軸方位を東西方向にとり、長さ約2メートル13センチメートル、幅1平方メートル2センチメートル、深さ1メートル72センチメートルで、長さが 他の墓よりもやや大きい造りである。原質は完全な形を残していて、花崗岩の石板の壁は半時計回りの万字状に並べられている。外石はなく、東側の平石には直径61センチメートルくらいの穴が開けられていて、この横甲のある高さまで差湿度が充填されている。横甲は外側から扉のような平石に塞がれているが、 他の墓のような沿道はない。石棺墓本体の外側には直接木材によって建てられた二つの石板の壁が巡らされている。さらにその周囲の地表付近には丸石の輪が巡らされている。副装品には柄の部分が失われ、頭身がむきみになっている、鉄製ナイフ、短い鉄の棒やその他の鉄製品の破片、土星防水車と六個体の土器の壺であって、 原質有面の敷石の上に直接置かれていた。この墓は大きさや作りも他墓と大体同じで、やはり原質の東側の平石に沿道へ繋がる穴が開けられて、横甲の深さまで土が詰められている。横甲は2枚の扉のような平石に塞がれていて、沿道には両脇に木材によって建てられた壁があり、完全な箱式石棺棒の周りに巡らされた壁と似ている。 外石が動かされて失われている。床面にある平石から1 0トル上には砂岩の遺体石があり、4個体の土器の壺が2つの頭蓋骨を含む人骨がびっちりと塊状に置かれていて、その上に置かれていた。その下5センチメートルには鉄製のナイフの早壊れた鉄製のみがある。平石の直上には50個を超えるマグネシウムか、 ドロマイトで作られたと思われる小粒の白や緑のビーズ玉が収められている土器1個体をはじめとして15個体の土器の壺が確認された。その他、鉄製の皿、鉄製の棒、柄の部分まで刀身がむきみになっているナイフが副装品として見られる。この墓も他の石棺墓と大体同じ大きさであって、原質の内部は横甲の高さまで土が詰められ二石はないのも、 同様である。床面の平石から15センチメートル浮いた位置に3個体の頭蓋骨を含めた人骨が見つかった。土器は62個体の壺が確認されていて、そのうち一つには鉄器の残骸が収められているものがある。土器は人骨と同じ高さで見つかったものもあるが、大部分は床面の平石直上で確認されている。この箱式石棺墓の周囲には3つの小さな 箱式石棺墓が隣り合った位置に作られた。これらの墓のうち一箇所だけ成人の人骨が確認された。土器は全ての墓から湿度が見られる。この他に土工墓があるが発掘調査をした限りでは副葬品は土工墓の方が多い。その理由としてレシュニックは箱式石棺墓は 地表の石組み以降が目立つために墓泥棒に目をつけられやすいためであると考える。また、箱式石棺簿に比べて鉄製の武器が目立つ。一方、ブラフマギリ出土の人骨について、形質人類学的研究が行われ、頭蓋骨は中神から担当の間に位置づけられ、漠然とした外国起源があることが考えられるものの、 家族的な結合の結果であって、従って、ブラフマギリに見られる墓は、家族単位の地下のお骨所であろうと考えられている。ブラフマギリの創意と変年については、チタルドラグ地方南部のチャドンナベイル遺跡で、たくさんのローマ貨幣と中国の四角形の穴がある、戦火が発見されているため、遺物の共犯関係から確立された変年が用いられた。原文の長さの表示6フィート、 イカメートル法に換算。オースシュタッツと記される。おそらく石棺母の平石を指していると思われる。レスニックは小さな豆のようであると表現している。リングとあり、指輪なのか腕輪なのかは不明。この時期の貨幣として、真の半量性や関大のご主戦などが考えられる。ありがとうございます。